今回は僕が世界史解説していきますのでよろしくなのだ。では早速これを見てほしいのだ。中国共産党創設時の説明として正しいものはどれか。1. 初代委員長は李大鐘ではなく陳独秀なのだ。 2. コミンフォルムじゃなくってコミンテルンの指導なのだ。ヨッフェはコミンテルンから派遣されてきた指導者の中でも1923年に国民党の孫文と会談し第一次国共合作の基礎を作ったことで知られているのだ。 3. 新青年の創刊は1915年で、この雑誌はその後李大鐘らの活動によってマルクス主義に傾き中国共産党の創設時の機関紙となるのだけど、以上の通り創刊は党の創設時ではないのだ。初期の共産党はコミンテルンの指導通り都市労働者を基盤とした革命路線を試みては弾圧されて失敗の連続だったのだ。農村革命を中心とする路線は後に毛沢東の主導権確立とともに固まったと言えるのだ。それでは次の問題を見てほしいのだ。誤りを2つ選べ。北爆の開始はニクソンじゃなくってジョンソンなのだ。なので違うのだ。1973年には平協定が調印されたのはジュネーブじゃなくってパリなのだ。この時のアメリカ大統領がニクソンなのだけど、このパリは平協定によって米軍はベトナムから撤退して、これ以後はベトナム人同士の戦いが続いたのだ。75年4月30日ついにサイゴンが陥落して北のベトナム民主共和国と南ベトナム解放民族戦線の勝利に終わったのだ。皆様お疲れ様なのだ。よかったらチャンネル登録とかいいねとかをしてくれたら嬉しいのだ。疲れちゃったので僕はもう帰るのだ。